ペンダ。ペンダ、ペンダ ?655 年11月15日は7世紀、7王国時代のマーシアの王、在位、626年頃から655年、マーシアに流星をもたらした人物として知られている。また、キリスト教がアングロサクソン諸国に広まりつつあった時代に、キリスト教に敬していなかった人物としても知られる。 ペンダは633年のハットフィールド・チェイスの戦いでノーサンブリア・王エドウィンを廃止させ、9年後のマザーフィールドの戦いでは、エドウィンの後継者オスワルドも戦死させ、イングランド中央部に強大な勢力を持つ王となった。さらに彼はイースト・アングリアと戦いこれに勝利、そしてウェセックスに侵攻して王、ジェン・ワルフを亡命させ、さらに、 ノーサンブリアへ侵攻するなど強大な権力を持つ王となった。しかしその13年後の655年、ノーサンブリアに転戦中、ウィンウェドの戦いで戦死した。この時代の資料は少ない。ペンダに関する資料としては9世紀のウェセックス王国で編纂された、アングロサクソン年代期7世紀のノーサンブリアの修道士ベダベネラビリス以下、ベダトリャクスの記した。 イングランド教会史、そして旧世紀に年ニュースが記したとされるブリトン人の首相、ブリトン人の歴史がある。イングランド教会史によれば、ペンダはマーシアの高貴な血筋より出た最も高遺的な男と書き記され、633年のエドウィン王の敗北に続いて彼はマーシアを22年間統治、様々な富をもたらしたと伝えている。 このゲーダの記述を交渉した20世紀の歴史家、フランク・ステントンは、彼が高貴な血筋であったことは、間違いなく、エドウィン・ナキアと唯一の王となったのだろうと論を述べている。ブリトン人の歴史では、彼の統治期間は10年としている。おそらくこれは642年のマザーフィールドの戦いから数えた数字であると思われるが、実際には10年以上の統治期間があったことは、 認めれている。前述のアングロサクソン年代記は、当地を30年としており、違いは明らかである。この違いはおそらく、ペンダに関する資料のどれもがマーシアのものでないからと考えられている。ベーダの生まれ故郷であるノーサンブリアは、ペンダの敵国であり、アングロサクソン年代記の書かれたウェセックス王国の前身である西サクソンは、 ペンダが王を放逐させ支配下に置いた国出る。すなわち現存する三つの資料のうち二つが敵国内市非征服側の資料であることは留意すべきである。以下、除述される資料の違いを明確にするために、で表すこととする。ペンダはピュバの息子で、その先祖はイチェル、血統をたどると北欧神話の主神、ウォーデンまで遡ることになっている。 アングロサクソン年代記には、以下のように記されている。このように血統は神話まで語れる、現象性の強いものではあるが、ペンダの父は、ピュバ、息子にペーダがいたことは確からしい。ブリトン人の歴史によれば、ピュバには、ペンダを含む12人の息子がたことを記しているが、その中でペンダとエオワの存在が際立っている。このエオワの他にペンダには、 コエンワルフという兄弟がおり、この血統は後に、マーシア王を二人排出することとなる。ペンダが、王位に登った時期は不明、その経緯も分かっていない。彼の登場した7世紀諸島、隣国、ノーサンブリアでは、エゼルフリソが王位についていたが、その同時代のマーシア王として、チェルルの存在が、ベーダによって確認されている。このチェルルは、彼の戦争王として、 現在に伝えられている。この先王とされるチェルルから彼への王位の交代の経緯この両者が血縁関係にあったのか、あったのならばどれほど禁縁であったのかも明らかでない。しかし12世紀の鹿ハンティングドンのヘンリーが語るには、チェルルはピュバの親族であったという。また彼と先王、チェルルとは違う、血筋同士の性的であった可能性も指摘されている。 アングロサクソン年代記の記述を元にすると、彼の王位は626年、王位に上った時年50で、以降30年王を務めたとなっている。ここで書かれる彼の統治期間としての30年は、もちろん正確な数字ではない。また、彼が年50で王位に上ったとするのも疑わしい。彼の子供との年齢が、世界的に合わなくなり、 例えば彼の息子とされるウルフヘレが3歳の時にペンダは80歳となってしまう。年代記のこの記述を現在の歴史家はペンダが戦死した時50歳で王位についた時は20歳であったと言わんとしていたのではないかと推測している。アングロサクソン年代記の628年の項目に王、キュネールスとクーイチルムがペンダと戦った記録が見られ、 そこではこの戦いで彼らはペンダと強引に達したと書かれている。キュネイルスたちを先祖とするウェセックスの資料である。この記述は控えめに書かれているが、おそらくはペンダが西サクソン勢力に対し勝利を収め、サイレンスターを中心とするセバーン川下流の土地が彼のものとなったのだろうと解釈されている。この時期に彼がマーシア王であったのかは、 年代記と比較する上で非常に重要な研究テーマとなっている。考えられる解釈として以下のことが考えられうる。またペンダが得たこの土地はかつてブリトン人の土地で西サクソンのチェウリンが577年に信仰領有したものであった。そして彼が奪った後には小国ウィッチェの支配地となっていることが確認れており、 ウィッチェという国は彼によって作られた可能性もある。もちろん根拠として十分な証拠が書いてはいるが、この証拠は大国マーシアの隣国として後世にも存続している。620年から630年にかけて、ウェールズのブリトン人の国、グーイネッツがノーサンブリアと交戦状態にあった。グイネッツの王、カドワロンが強力なノーサンブリア王であったエドウィンと戦ってたが、 劣勢にあった。そこで彼はペンダと同盟を結び、六百三十三年十月に、ハットフィールド・チェイスの戦いでノーサンブリアを下した。この時ペンダは未だマーシアの王ではなかった可能性があるが、この時のベーダが彼に突起して記述していることから、この直後には王になったものと思われている。この戦いで、エドウィンは戦死、彼の息子のエドフリスは、ペンダの元に引き取られた。 この戦いの模様がアングロサクソン年代記の一写本に記されている。それによるとペンダとカドワロンはノーサンブリア人の住む土地全土を略奪したと記されている。ノーサンブリアを敵とするカドワロンは王エドウィン亡き後も戦役を続行していたが同盟者ペンダのそれ以降の関与は分かっていない。別の資料としてベーダはエドウィンは 異教徒共によって殺されたと記している。この異教徒とは、ペンダ率いるマーシア勢のことを言及しているものとされるが、別の視点からこれは、敵となったブリトン系キリスト教徒をほのめかした別称であった可能性も否定できない。いずれにせよ、戦争を続行したカドアロンは、この一年後のヘブンフィールドの戦いで戦死してしまうが、これよりも前にペンダは、 戦線から撤退していたと思われる。その証拠に、米側はこの戦いには、ペンダの名を記しておらず、続いてのロスリックが戦死した、工場戦にも、彼の名は登場していない。おそらくは、ハットフィールド・チェイスの戦いで、マーシア国内の地位を確立した、彼は大いにつき、自らの地位を安泰にするために、ノーサンブリアとの戦争から手を引いたものと、考えられている。 ヘブンフィールドの戦いでキャドアロンが死ぬと戦争が終結状態となり、オスワルドがノーサンブリア王位に登った。このオスワルドの知性の間、隣国マーシアでのペンダの動きは伝えられておず、この間の彼に関して様々な憶測が論じられている。このオスワルドの知性では以前のようにマーシアの地位はノーサンブリアの庇護下にあったものと考えられている。 ノーサンブリアにとって、ペンダは油断ならぬ存在であった。ペンダであったもの、彼本人は、ノーサンブリアの総主権を認めていたらしい。しかし彼の力を恐れるオスワルドは、移行にし、サクソン、ウェセックスとの同盟へと動くことになる。このように記述に見られる特色として、ペンダがすでにこの時点で、潜在的な力をつけていたように書かれてはいるが、このような記述は、 後年の彼の流星を強調するため脚色してある可能性も否定は来ない。オスワルドの知性にペンダはノーサンブリアの戦王エドウィンの息子、エドフリスを処刑したと記録に残されている。これは彼本人が誓った先制に反した行為であったと伝えられているが、なぜ彼は戦王の息子を殺さねばならなかったかについては以下の憶測がなされている。 またノーサンブリアのオスワルドの治世の時にペンダは東、アングル、イーストアングリアとも戦った記録も残っている。それによると彼は、東アングルの王、エグリッチと兵士のコブのために、イントンビから戦線に舞い戻らされた、仙台王シエベルトを廃止させたと書かれている。この戦いの年代は、はっきりしていない。635年という早い時期とする説、他方640年。 内百641年以前とする説もあるが、マザーフィールドの戦い以前ということでは一致している。この戦いで活躍したペンダをオスワルドが恐れ、次第に彼と敵対していったのであろうと考えられている。ブリトン人の歴史には、ペンダには兄弟としてエオアの存在が見受けられ、カンブリア年代期には、このエオアがマザーフィールドの戦いの時期、マーシアの王であったとの記述がある。 このエオアと彼の関係については資料は何も語っていない。歴史形からは以下のような憶測がなされてきた。642年8月5日、ペンダはノーサンブリア王オスワルドをマザーフィールドの戦いで破り戦死させた。この戦いはウェールズの地近郊で行われ現存するウェールズの詩文からこの戦いにおいてペンダは ポイスのブリトン人と同盟関係にあったことが見受けられる。またこの戦場の特定が正しければ戦いを仕掛けたのはオスワルドであり、ペンダは主政にある立場であったこととなる。おそらくはペンダがポイスと同盟関係にあるのを脅威とみてオスワルドはマーシアへ侵攻したものと思われる。戦いの経緯を伝えるものとして12世紀の家ダラムのレイナルドは聖オスワルド伝が挙げられる。 それによると戦を前にして、ペンダはウェールズへと逃れてしまい、これを見たオスワルドは安全と思い自らの軍を退却させたという。この経緯の説明は一応通説として受け取られているが、この原文を補強する資料が見当たらないので、同時にレーナルドが創作した可能性も考えられている。ベーによれば、勝利したペンダは戦死したオスワルドの遺体を八にし、 首、腕などそれぞれを悔いに打ちつけたという。もっともこの残虐な行為は、異教徒であった彼の宗教儀式であったのかもしれない。この戦いで死んだオスワルドは、異教徒に対して、戦いを挑み殉教したキリスト教の王として、聖人として崇められる存在となった。一方で、ペンダの兄弟であるエオアもこの戦いで戦死した。しかし潜在的な敵であったかもしれない彼が果たして、 どちらの味方とし、どちらを敵としたのかは分かってはいない。また、もしエオアが実際に、マーシアを牽引する立場としての王であったのであれば、彼の死は、ブリトン人の歴史にペンダの時代の初期の記録として、残っていただろうが、それもない。結果として見れば、ペンダは、外の敵であるオスワルドと内なる敵であったかもしれない、エオアの両者を取り除くことができたとも言える。こうして、 彼の進展を阻む存在であった両者が消え、マーシア史上最も強力な王が突如として、ミッドランドに現れることとなった。一方敗北したノーサンブリアは、王オスワルドが消えたことにより、急速弱体化、自らの王、オスウィンを選んだ、デイアラ王国とオスワルドの後を継いだオスウィンがついたの二つへと、分裂状態に発展する。対する勝利したマーシアは、強大な王、 ペンダを中心として、近隣諸国へ影響力を及ぼしていった。マザーフィールドの敗戦で、ノーサンブリアは、国力が減退、外交面として、西サクソンへの影響力を失い、結果として、西サクソンがマーシアへと接近することを阻止できなくなった。この経緯から、西サクソンの王、ジェンワルフは、ペンダの姉妹と結婚するが、ベーダによると、 ジェンワルフがこの妻を退け、別の妻をめとったらしい。そして、ペンダは645年にシサクソンへと侵攻、ジェンワルフを東アングルへと亡命させた。ジェンワルフの亡命は3年に及んだという。おそらくは、ペンダに従順な誰かであろうが、ジェンワルフを追い出した後に、誰が王のいない西サクソンを統治したのかは分かっていない。また記録では、 チェンワルフの亡命期間は三年と書かれているものの、チェンワルフは、ペンダが六百五十五年に死ぬまで、西サクソンへと戻ることができなかったのではとも、考えられている。六百五十四年、ペンダは、東アングルに侵攻、亡命したチェンワルフをかくまった、王アンナを戦死させた。アンナの御王位は、兄弟のエゼルヘレに継がれた。このエゼルヘレを、ペンダは同盟者として、 後にノーサンブリアの遠征に同行させることとなる。彼の東アングルへの遠征の動機は推測するしか他にないが、息子、ベーガが治めるミドルアングリア地方を平定するためとも考えられている。またペンダはノーサンブリアナキアとのバーニシア王国にも遠征を仕掛けている。ベーガは651年8月31日のこととし、ペンダは ノーサンブリアの各地を略奪したと伝え、バーニシアの城塞バンバラを包囲している。しかしこの包囲は、失敗に終わり、ベーダは、直後に亡くなった、死境相談が行った奇跡だとしている。この記述は、当時オスウィが、ペンダに対して劣勢で直接対決を避けていたことを、指しているとも考えられる。開戦の記録は655年のウィンウェドの戦いまでない。655年。 ペンダは大勢を率いて、ノーサンブリアのバーニシア王国へと遠征、名優、グーイネグ国のキャダフェル、東アングルのエゼルヘレも同行した。ペンダはすでにオスウィン、マイナス分裂したノーサンブリアの片割れでやら、王国のオーマイナスを651年に暗殺、後継者のエゼルワルドを同盟者としていた。ベーダが語るには、このエゼルワルドが、この遠征の案内役を務めたという。 この遠征の原因は分かっていない。当時の政治状況から以下のことが考えられる。ブリトン人の歴史には、この戦いで、ペンダはユデウナル地で、オスウィを包囲したと伝えられる。そして、オスウィは、金銭で和平交渉を試みたと伝えられている。また、オスウィの息子エクグフリスは、人質として、王妃キュネビスの高級に遊兵されていたらしい。おそらくは、 ペンダの軍は南へ交代、回し合い帰還したものと思われるが、後年の記録ではこの戦いは、ウィンウェイドという川の近くで行われたことになっている。この場所は特定できていない。ただそれは11月15日のことであったとベーダは、伝えている。戦いの経緯はわかってはいない。可能性として考えられることとといえば、ヤモメ勢のおすが、ペンダの大軍の盲点をついたということくらいで、 記述はその後の配送のものしか残っていない。ブリトン人の歴史では、マーシア軍は、兵の逃亡により弱体化、同盟者であったキャダフェルは、夜間に動いて逃れたとある。ベーガによれば、デイアラのエゼルワルドは、軍を引き、身の安全なところで待ったとある。この著述の説明として、ペンダンが退却の際に同盟軍の中で戦いに、 消極的なものがいたとするものと示してリペンダの同盟軍それぞれに遠征の理由があった証拠ではないかと考えられている。またペンダが敗北し、見捨てられた同盟軍が苦りを舐めたことを表しているとする説もある。豪雨により川が増大し、ペンダ率いるマーシア軍は大敗三十の指揮官と彼の支援に回った者たちは逃亡し、そのほとんど全員が殺され、 ベイダ、戦いで死んだ者以上が川に溺れ、マーシアをペンダと、東アングルをエゼルヘレは殺された。ペンダの首は切り落とされたといい、この記述は、彼の遺体が自分が下したオスワルドと同じ仕打ちを受けたことを匂わせている。12世紀の鹿ハンティングドンのヘンリーは言うには、ペンダはかつて自分が落とし入れた人々と同じような運命を辿ったのだと言っている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。